中田翔のバッティングなんかプラも3億5億取っていいですよ、はいはい、びっくりしますからね、うん、でもこうまあこちらがアドバイスできることもある中で、でもでやってくれるじゃないですか、はい、それを高校野球っていったらできない子がほぼですもんね、うん、まあティーチングとコーチングですよね。だからプロになってくればそれでいかにコーチングで、はい、それだけの能力高い人に対しても経験の中からもやはり自分を超えていってる選手たちにどういうふうにアプローチかけるかじゃないですか、はい、あ、そうですね。まあ、高校生たちだと、まあ、もうこのぐらいの年齢になっちゃってるんで、うん、まあ、高校生たちの方がやはりいろんな体力的にもこう動けるんでついていけないですけど、はい、やはり最初はティーチングからやっぱこう入っていかないと、はい、でその中で最終的にはやはり僕らを超えてけっていう、なるほどですね、まあ、そんな踏み台にしてみたいなところが高校の時期ですかね。ああ、そうなんですね、はい、あの僕はもちろん高校野球はプレイヤーとしかやってない年しかやってなくて、よく甲子園行って見てても明らかに実力のなかったチームの子たちが明らかに勝つたびに、はいはい、ゲッツー取るようになったとか、牽制で刺したとか、うん、あれは感じますか。やっぱりありますね。プロはそれないんですよ。あ、なるほど、はいはい、もうその試合ごとに成長しないんですね、はいはい、大体半年経って、あ、この相手の子でも2軍で、あ、ちょっと良くなったな、うん、でまあ良くなっていくのが1ヶ月ごと良くなったら森友哉とかですね、はいはいはい、もう見るたびキャッチングもスローイングバッティングも、お、うまかった、また良くなってる、はい、これもう2軍に出られないでしょみたいなのはないじゃないですか、多分、うん、ないと思ってるんです、高校野球じゃ、はいはい、でもあの何ですか、ゲームであの自信をつけていくって何なんですかね、うん、まあ、短い時間でもあるし、はい、そういう面でのなんかこう色濃さっていうのは、はい、高校の2年4ヶ月の中ではあるかもしれないですよね。まあテストで言うと、はい、30点の子が60点上げるまで上げるって、まあ、30点上がるわけです、はいはい、いや、すごいなんかバーンって上がる。そうですね。でも60点なので、そうなんですね。プロになるとこの80点の中で1点2点で80、90になるってすごい大変じゃないですか。すごいですね。だからこのレベルを上げるのとこのレベルが上がっていくときっていうのはなんかすごく現象的に見やすいみたいなのは、まあ、ある時期なんじゃないですかね。レベルというかプロ入っても、まあ、大卒は、まあ、まあ、1年ぐらいですかね、赤ちゃん扱いするのは、はい、高卒だから3年間赤ちゃん、はいはい、だからこの赤ちゃんがこれこぼしても怒んないでしょって、うん、怒ってもしょうがないんだって、はい、赤ちゃんなんだと思って教えるんですけど、その赤ちゃんにもなれない子たちを預かるわけじゃないですか、はいはい、だって全員プロ入んないですもんね、裏角の方が。そうですね。そうするとその体力つけるだけで2年4ヶ月経っちゃうと思う。まあ、そうですね、はい、もう併用ですね。あ、こう体力的な部分もそうだし、まあ、技術的な部分もそうだし、はい、だからそこにこう慌ててなんて高いものを望んでしまうと、はいはい、心も折れてしまうところもあって、はい、やっぱりこう2年4ヶ月なんですけど、長いようで短いし、でも短いようで長いんですよ。そういう目で見てやはりこう接しないと、はい、まあ、難しい時期ではあると思います。はあ、はい、あので裏角は、まあ、正直埼玉じゃ、まあ、ジャイアンツみたいなチームにはもうなっちゃってると思うんですよ。勝たなきゃいけないチームで埼玉のジャイアンツみたいなと、はい、確かに言われたことはあります。そうでしょうね。もう勝たないと2位じゃダメって、はい、一緒行ったってダメなんだよ、はいはい、そうですね、はい、それはもちろんです。翌年覚えてないみたいな、はいはい、しかも甲子園行っても上位に行かないと、はい、そう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 、何時に行ったんだよみたいな、それは言われますね。そこに行くために選手をもちろん作っていかなきゃいけないじゃないですか、はいはい、で我々も市場も感情もあるんですよ、はいはいはい、この子頑張ってんだよなって。僕が思ってるのはプロの僕らで言うと、頑張ってるやつには打席が増えると思ってるんですよ、うん、練習をやってるやつ、監督がもうダメだ、もう一打席だけいいですか、はい、って言うと、よっしゃもう一打席やろう、はい、でも頑張ってないやついると、はい、買いようか、買いましょう無理です、はいはい、いうのは正直あるんですね、はい、どうなんですかね、監督のその間違いなくありますね。ありますよね、はい、でもその取り組み方でやっぱり分かるとこあると思うんですよ。そうですよね、はい、結果出るかもしれないけど、たまたまそうなんですよ、はい、でこれ続かないんで、やっぱりそれだけのこう準備をしてきた人の方が、はい、それをきっかけにっていう、先ほど原さんのね、監督さんの話じゃないですけど、はい、それが次に生きていくんだっていう、その失敗でも何でもその今のその現場っていうんですかね、はい、1打席だっていうその1球が次にこう本当にこう過渡期になるっていうようなとこって、はいはい、それってやはりこう使ってもらわないとないじゃないですか。そうですよね。やっぱり後押しというか、そういうことですよね。こう一つのチャンスもらえるって、はい、それってものすごく大きなとこだと思うんですよね。そういうことですよね、はい、でその現役の時は分かんなかったいい打席っていう、こう、はいはいはい、現役ではアウトアウトだと思うんですけど、うん、完全にやられちゃってた打席を、ね、はいはい、もう一個やってもやられるだけだよっていう
だいい打席を作ろうっていうことですよね、うん、なんかよく最近言われますよね、うん、あの清水の本の中にも書いてありましたけど、はい、やっぱり結果的にはセカンドがオールだったけど自分の中でイメージというか感覚が良かったみたいなこと、うん、そうですね、結構よく、まあ、清水だけじゃないですけどいろんなありますよね、そういうの見てらっしゃいますよね、はい、まあ、そうだなっていう、うん、はい、さっきので言うとその、もちろん色分けもするし差別はしないけど区別ってよく言って使うじゃないですか、はいはいはい、そのどうしても外さなきゃいけない子たちいますよね、うん、でも頑張ってる、うん、でも外すっていう時ってどうなんですか、そのやっぱ心痛いですよね、ありますね、痛いですよね、あれ、いや根本的に僕がその立場だったじゃないですか、あ、そうですね、高校大学と、はい、なのでこれ不思議なんですけど高校大学も卒業した後コーチ時代までずっと自分がこうやってこのユニフォームの背番号をつけてもらったっていう夢をよく見たんですよ、はあ、でこう起きた時に涙流してるんですよ、はい、やっと夢叶ったみたいな、でもあ夢だったみたいな、はあ、それを思ったんですけど監督になって逆にユニフォームをこう配る、はい、背番号を配る立場になってから一回も見なくなったんですよ、はあ、そうなんですね、はい、だからこうなんですかね、夢をこう立ち来てしまうわけじゃないですか、そうですね、逆に言うとメンバー外に、はい、でまあ、自分のその苦しさも分かるだけに、はい、逆に配る立場になった時に、はい、まあ、それだけの覚悟を持ってやっぱり渡すんですね、渡すっていう気持ちは強かったですね、なんでその気持ちが分かってはいるので、はい、意外と控えの選手に対してはあの何ですかね、ただのメンバー外内でって失敗だけど終わらないでねみたいなのは常にこうメッセージは伝えましたですかね、あの、はい、だからまあ、僕らはプロ行くやつは控えの時代がないですよね、ほとんども試合で出したら高校の時も出ずっぱりでこう、なんなら俺が打たなきゃ勝てないみたいな子らが集まってプロ行くわけじゃないですか、でもその花巻東かどっかが最後の親も全員集まって、はいはい、最後のノックですよね思い出したけど涙出てきちゃうんですけど、あれも感動ですよね、そうですね、できれない子にノックして、はい、でもそういう部分をプロの世界でそのトップの世界でやってるのにやっぱ大越さん優しいですよね、実際優しいと思うんですよ、優しいと思います、本気で苦しくなっちゃうんです、うん、この間の岸田っていうのが、はい、さよならまあ本当によく練習なんですよ、はい、本当によく練習なんですよ、いやなんかねベンチでそうやって何ていうんですかパフォーマンスされてる姿を垣間見て、はい、コーチ時代から、はい、セブンの時なんかでも誰かをホームランしたらカーッと回って出てこうやってコーチが一番喜んでるじゃないですか、そうそうそう、あれ見た時にいやこの人優しいんだろうなって僕思ってました、いやいやそう、はい、一番すごく思い出があるのは僕大学時代なんですけど、はい、ジュニアオールスターに出られて、あ、出ましたね、1年目で、はい、MVP かなんか取りました、あれ僕テレビで見てて、はい、いやすげえなと思ってる時に、はい、その表彰されてこうやって表彰されてやってるじゃないですか、その時にこちら側に多分お母さんかなんかがいて、そうですね、でお母さんでこうやってお母さんと会話しちゃってて、ね、えってなんか表彰されてる時に身内で喋るのとか、ね、思ってて落ち着きはないもんですからすっごい優しい人だなと思いましたいやいやいや、あの印象が強くて、そうですか、はい、いやいや、あの MVP で活躍してる大久保さんとかの話ができる、勘弁してくださいいやいや、だからその僕がでもコーチ業っていうので、はい、一番初日1回目の初日がその、まあ、登録、はい、開幕の登録を決めた、はい、25人の中の、まあ、野手が15人決めましょうってなった時に、はい、どうしても1人落とすやつを落としたんです、はいはい、でその落とした時なんかもう初めて落とされた時のそのコーチ室で呼ばれて落ちるって言われるのをやった経験したいで、はい、俺が落とさなきゃいけない、はいはい、もう塩崎の肩借りて号泣したんですよね、あ、これ人落とすってこんな気持ちなんかみたいな、お、俺ここで落とされた、何名落とされたと思ったんですけど、そいつが寮に帰って大暴れしたって聞いたんですよ、うん、悔しくて、それもわかるけど、うん、あ、俺の気持ちと選手の気持ちってまた違うんだ、ドライじゃなきゃできないんだと思って、うん、その日以来ファームに落とすのを普通になんなきゃダメだって思うようにして、はい、実は昨日も外国人選手を落としましょうってなった時に、はいはい、挨拶に来るんですね、はい、こっちも伝えるっていう時にもうとにかく俺試合前もにも伝えてることがあったんです、こう、はい、バッティングこうなっちゃってると、日本でいうとまだけど、はいはい、大臣でいうとステイバックだと思う、はいはい、って感じちょっと覚えてくれって、うん、背中を見て人っていう字になって、はいはいはい、入るってなってんじゃん、俺は入りに入っちゃった、はい、もう状態突っ込んで速くなる、はい、落とされる、はい、するみたいな、はい、それやった方がいいんじゃないのみたいな、昨日打席でも一生懸命やってくれたんですよ、はい、ステイバックを、はい、でもその日に落とすわけですよ、はいはいはい、でもその経験からもうとにかくチャンスをあげれるわけなんで、10日間だけじゃないですか、はいはい、短くやる、だからその高校野球とか歴然とした差もあるじゃないですか、うん、ここも辛いですよね、この子たちをやらせて
まともにやらせたいですもんね、3年間、はい、でそ僕ね思ってるんですけど、プロ野球って日本一目指すって、その先になんかもっと違うものを掴んだんですよ。日本一になって銀座パレードしたって言った時に、うん、ただ野球で勝ったって自分の人間が成長したみたいな、だから、はいはい、プライベートの言動もちゃんとしなきゃとか、はいはいはい、その先に見える何かをこの子たちには掴ましたいなって、うん、立場というかね、環境が人を育てるじゃないですけど、そうなんです、やっぱ見られてるって意識ありますよね。そうなんですよね、はい、それをだ監督なんかはどうされてたのかなと思ってです、ね、まあ、それは本当に、まあ、先ほど言ったこう差がある選手は、はい、選手の中でも分かってるんですよね。自分の中での優劣分かってるんで、それに対して、まあ、一番はこう諦めさせないというか、それでも目指すんだよっていうことを求めましたし、まあ、今度当落戦場の選手たちはもうなんで自分が外されるんだっていうのはね、その思いは必ず絶対あるでしょう。そうですよね。それでも辛いじゃないですか。でその辛さから逃げないでねみたいな思いは託しましたけど、まあ本当にこう手術されるかとか血を見るとなんか怯えちゃうじゃないですけど、というようなだと今度メス入れられないじゃないですか。そういうことですね。そういうふうにやっぱり修羅場をくぐんないと、やはり立場は全うできないんだなっていうことは同じように思ったと思いますけどね。